皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するカップ焼きそばはマルカ食品ペヤングチーズマックス焼きそばです。ペヤングソース焼きそばに濃厚な粉チーズをたっぷりと使用した商品です。チーズの風味豊かな香りと味わいを存分にお楽しみいただけます。使用されているのはチェダーチーズ、産地はイギリス、原料乳は牛、固形分注入脂肪は最低 48%。 特徴はしっかりした食感がありながらほろりと崩れるしなやかな生地。味わいの特徴はバターのような風味とほのかな酸味です。名前の由来、フランスの修道士が村の農民たちに製法を伝えたのが始まりと言われています。原産地であるイギリス、サマーセット州は年間を通して温暖でチーズ作りが盛んな地域。農家の人々は夏に作ったチーズをチェダー渓谷の洞窟に入れて保存していました。それに由来して16世紀にチェダーと名付けられました。食べ方、サンドイッチやタルティーヌ、サラダの具材として、また野菜などの上に乗せてグリルしたり、削ったチェダーチーズを溶かしてソースする食べ方もおすすめです。風味豊かで癖も穏やか、しかも比較的安価なので料理にもたっぷり使えます。というイギリスから生まれたチェダーチーズをたっぷりと使用したペヤングチーズマックス焼きそば、早速食べてみたいと思います。食べてみた感想、出来上がった焼きそばの上にたっぷりと乗った粉チーズ、見た目も贅沢ながらチーズの香りがいっぱいに広がりました。麺と絡めて食べればふんわりとした歯ごたえと程よい酸味が合わさり、意外にもソース味と合うという新しい発見がありました。とろけるという感じではなく、ポソポソっとした特性のあるチェダー、麺類との相性はぴったりですね。チーズ独特の発酵臭や癖はそれほど強くないので、自分自身はもちろん周囲にも気を使うことなく食べられます。カルシウムもたっぷり、チーズ好きにはもちろん珍しい食べ合わせを体験したい方にはぜひおすすめです。濃厚な粉チーズをたっぷりと、風味豊かな香りと味わいを存分にお楽しみいただける一杯、本日はマルカ食品ペヤングチーズマックス焼きそばを紹介しました。田中恵美里でした。